実はここ村の教会でした。この村では全員がカトリックの信者。教会では毎朝6時にミサがあります。結婚式はそのミサの中で行われます。村人全員の前で誓いを立てます。この村の人たちの祖先はもともとはるか北の地域に住んでいました。そこでフランスの宣教師からキリスト教の洗礼を受けたのです。ところが仏教を中心に据えていた当時の王朝から激しい弾圧を受けます。その迫害から逃れて南に下り、ここに村を作ったのです。花嫁はそんな村の歴史を背負って別の町へ嫁いでいきます。道沿いにヤシの木が目立つようになりました。ホーチミンまであと250キロ。いくつもの小さな川を越え、濃くなった緑の中を走ります。また一つ小さな橋を渡りかけた時でした。今度のお客さん、旅の荷物はこの竹竿です。竹竿はバスの屋根へ。気温は30度を超えています。北の方とは違って南部ではこの時期ほとんど雨が降りません。二人が買った竹竿です。一緒にバスを降りて自宅を訪ねてみました。表面を削って薄くした竹を細く裂いています。それを編んでこんな風になりました。実は竹で船を作っているんだそうです。だんだんと形ができてきました。わずか数分、まるでお椀のようです。でもこのままでは水が漏れてしまいます。それを防ぐ秘密がこれ。牛の糞を混ぜた独特の塗料を塗って乾かします。こうすれば水は漏れません。海に行くと竹の船がいくつも浮いていました。実は沖に止めた船と行き来するときに乗るんだそうです。漁に出ます。ここでも竹の船の出番がありました。巧みにバランスをとって自在に方向を変えます。
まるで一寸法師のよう。この浜に暮らす人々は竹の船で遊びながら育ってきました。こうして網を引き上げるのを手助けします。竹の船は安く早く作れて修理も簡単です。近代的な漁業が始まっても、ベトナムの海には伝統的な道具が生き続けています。深夜2時、国道1号線沿いの食堂にホーチミン行きのバスが止まっていました。乗務員は最初にハノイから乗ったバスの運転手ゴンさんとフォンさん。1往復を終えて再び1号線を走ってきました。ホーチミンまで200キロ、あと4時間の夜の旅です。ホーチミンが近づくと郊外で降りる人も多くなります。お客さんたちがどこで降りるかは事前に分かっていなければなりません。テウさんが眠っている乗客に声をかけます。乗務員にとってはこれからが忙しい時間です。まだ外は真っ暗。荷物を見つけて降ろすのは結構大変です。